ウィルソン・エイブラハン・ラモス・カンポスは、ベネズエラ・カラボボ州バレンシア出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。MLB のクリーブランド・インディアンス所属。愛称は、ザ・バッファロー。2004年にアマチュア FA として、ミネソタ・ツインズと契約して、プロ入り。2009年に A 級ニューブリテンロック・キャッツへ昇格し、打率。317を記録して、 トッププロスペクトの仲間入りを果たす。2010年はトリプル A 級ロチェスターレッドウィングスで開幕を迎えたが、ジョー・マウアーの離脱により5月2日のクリーブランド・インディアンス戦でメジャーデビューを果たす。この試合でラモスは5打数4安打と活躍し、ツインズの選手では1984年のカービィ・パケット以来のデビュー戦での4安打。 保守としては1900年以降の近代 MLB では史上初の快挙となった。しかし5月13日にマウアーが復帰すると再びトリプル A 級ロチェスターへ送られた。2010年7月30日にマットキャップスとのトレードでジョーテスタと共にワシントンナショナルズへ移籍した。2011年はイバン・ロドリゲスの長期離脱によって正保守の座を確保し打率。ダリズ 267.15本塁がオプス779を記録。特に7月29日以降ではオプス925と調子を上げた。地元紙ワシントンポストはナショナルズが最も成功したことの一つと称賛した。オフにはウィンターリーグ参加のため帰国していたが11月9日にバレンシアの自宅前で武装した4人の男によって誘拐された。 ベネズエラでは近年、ミノシロキン目当ての誘拐が多発しており、ラモスもそのターゲットになったようである。ただし、通常ターゲットとなるのは、選手の家族や親戚であり、選手本人が誘拐されたのは、初のケースである。誘拐から2日後の11月11日、無事救出された。2012年はわずかに25試合の出場ながら、本塁打を3本放ち、出塁率で、 自己ベストをマーク。2013年は78試合の出場ながら、本類打16本を放って59打点を記録した。2014年1月17日に、ナショナルズと209万5千ドルの1年契約に合意した。正保資格として、前年比プラス10試合となる88試合に出場。出場機会を増加させたが、打撃3部門すべてで成績を落とし、 出塁率も300未満だった。守備面では自己最高の投類阻止率38%を記録した。2015年1月15日にナショナルズと1年契約に合意。同日には2011年オフの誘拐受験で身体的、精神的な問題が起こったにもかかわらず、2014年までの3年間、 MLB でプレーしたことが評価され、トニーコニグリアロ賞を受賞した。この年は、自己最多の128試合に出場して、自身初の規定打席到達を果たした。打撃面では、3年連続2桁本塁打かつ15、本塁打68打点を挙げたが、打率229、出塁率258は、自己アーストに終わった。 2016年1月13日、1年535万ドルで契約した。131試合に出場し、自己最多の22本類が80打点を記録した。オフにシルバースラッガー賞を受賞した。11月3日に FA となった。2016年12月12日、タンパベレーズと2年1250万ドルで契約した。2018年は、 オールスターゲームのアメリカンリーグ保守部門でファン投票1位となったが、左ハムストリングの故障のため辞退した。2018年7月31日に後日、発表選手とのトレードでフィラデルフィアフィリーズへ移籍した。故障者リスト入りしていたためフィリーズでのデビューは8月15日のボストンレッドソックス戦となったが、この試合では3安打3打点の活躍で勝利に貢献した。 同年オフに FA となった。2018年12月16日、ニューヨークメッツと2年総額1900万ドルの契約を結んだ。2020年オフの10月28日に球団が延長オプションの放棄を発表したため FA となった。2021年1月29日にデトロイトタイガースと200万ドルの単年契約を結んだ。5月7日に 腰椎の痛みで故障者リスト入りした。6月15日にビーフとなり、20日に自由契約となった。2021年7月6日にインディアンスとマイナー契約を結んだ。8月6日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月30日のレッドソックス戦で左膝の全十字人体を断裂し、シーズン中の復帰は絶望的となった。 マイナーでの盗塁阻子率は通算43%という高い値を記録している。ありがとうございます。